こんばんは。今日は場当たりしてきました。本日から小屋入りをしまして、中野座ポケットに。いや疲れたぜ。明日は朝一から AKB のレッスンとレコーディングと事務所のお仕事という3つお仕事があるので、今日は早く寝ます。よし、こんばんは。お姫です。お姫ちゃんルックス。なんか前髪短いけどいい感じ。はるかは前髪短いの可愛いから。お姫です。眠いぜ。明日も大変だ。明日朝早いの本当やだな。今日はお弁当が崎陽軒のシュウマイでした。シュウマイ、いやさ、もう全然家たどり着かなくて、なんか2回も間違えて電車どこ行こうと思ってもタクシーで帰ってきた。タクシーで来た。なんか終電レベルだったの。電車で帰ろうと思ったら、そんな遅くに帰ってないじゃん。日光浜から姉ちゃんのカフェから家まで3時間半、4時間ぐらいかかった。倍かかってんじゃん。なんか電車の中で意識なかった。
シューマイ美味しいな。ちょっとなんか食べちゃおう。もうやばいの最近なんか食欲っていうか、もうなんか稽古終わりとかさ疲れてさ食べちゃうんだよね。でも朝食べれなくて起きれなくて、もう起きれないの朝。でも私小学飛び取りしてる感じしない。測ってない。マジで25歳になってから一回も測ってない。恐ろしい。私測ってない。うん。すごい。でも太ってないと思う。うん、私も太ってないと思う。羨ましい。多分この稽古中って常に緊張してるから太んないんだと思う。お菓子は、あ、いや、この間23時にママのベッドでさお菓子1000キロカロリーぐらい食べちゃった。マジ1000キロカロリーぐらい食べた。え、そうでしょうね。私本当にね4月までね死ぬほど忙しいの。余裕がない。家のことをする。それはね言い訳だよ。うん、もうだって寝配信とお風呂と寝ることしかしてないもん家で。パパもでしょ。うん、いないもんね、出張でいないもんね。リコ一人ぼっちでダメで。ごめんリオン、本当にごめん。明日はママ。明日一日この家の掃除でしょ。ハイキン。一日掃除と片付けでしょ。私の部屋も掃除していいよ。私の部屋も掃除していいからね。ご自由に。お好きにどうぞ。この家にいた時からそうだったじゃん別に。いやでもさ毎日ちょこちょこやってるのと一気にやるので疲れ方違うわけよね。なんでこんな風に汚れんだろうね。やべやべやべ。汚れじゃないよ、出したら出しっぱなしにするからだよ。そう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 じゃねえよ。もう不在通知の山。あ、マスカラいる？あ、マスカラいる。うん。え、いいマスカラ？いいマスカラって何？今さ、使ってるあのさ、お姉ちゃんしてくれたエレガンスのプレゼントの商品。普通のマスカラ。やば、お腹空いたの。食べる？食べるかな？やば、ちょっとお腹空いた。私が食べない、これ。あー、それ美味しいじゃん。苦手。それ何？魚？マグロ。私マグロ生もの以外好きじゃないんだよね。いや、ご飯食べるかないよ。いや、え、もう食べていいのないよ。え、米米。うん、それはいいよ。
やばこんな時間に食べて恐ろしい。うん、シーカーさんありがとう。シーカーさんがくれてる。和孝さんもラブいっぱいありがとう。大輝くんもくれてる。コミの笑顔って書いてある。この笑顔か。あ、本当だ、服一緒だ。違うかと思っちゃった。一緒だよ。やっぱこの行儀のシウマイ弁当めっちゃ美味しいよね。この甘いタケノコとさ、うん、デザートのあんず食べていい。あんずきょうも萌香ちゃんがさ、一緒にさステージ上でセリフ合わせしてたらいきなりゲーって感じ。やだ、ほんとにおもろいの。なんかお尻押さえてた演技中ずっと。なんでお尻を押さえてんの。今日シューマイ1個食べていいよ。今日ボクシラとワタシラで合同だったんですよ。合同のバータリーだったの。合同だったんだ。つか初めて顔合わせぐらいだよね。うんマジ。男性が先やって先市場やって、女性がまたやって、男性がやって女性やって、男性やって女性やってだったの。だから男女見てたんだけど、女性の方くっそ笑ってくれて、めっ男性の3人が、女性の方超マジで面白いねって言ってくれて、めっちゃ、ここ男性の方笑ったの。笑ってないなんだ。笑ったけど、私たちあんまなんかなんか男性の方が演技がそもそも上手な方たちじゃん、うん、女性はキャラが濃い一人一人の。あ、だからなんか萌香ちゃんのなんかとかないで男性ないの、うん、あ、じゃあ違うんだ男性と女性、うん、全然違う、キャラが違うからさ。違うのか。男性がいいっすかっていうところを私はいいみたいな。あ、今なんかいいって言いながらシュウマイ出そうになってた。必死に抑えた今前歯で。危ねえと思って。あいつ笑ってくれたんだ。うん、めっちゃ笑ってくれた。で女性キャストの頃面白かったから真似させてもらうって3カ所ぐらいあった。うーん、俺たちもやろうみたいな。嬉しい。すごいね、そんな直前で飛び入れて。まあ、私も昨日の夜セリフ変更になりましたって来て。え、夜、うん、うん、781日連続ありがとうございます。米買った、取れない。カニバターのせて食べれば。え、食べたの。嘘、3瓶4瓶ぐらいあるもん。瓶入ってるのあれ、うん、え、マジ。いいよ、1個持ってって。あ、ほんと？一個ね。え、米にかけるの？あ、米に乗せて、醤油かけて、米バターご飯。あー、なるほど。ブーくん大好きタワー、ありがとう。今日はママと電話してないです。今目の前にいるもん。うん。2週間ぶりに帰ってきた。そんな？うん。お正月以来初？5日に帰ったじゃん、初。ちょっとリオンがしんどそう、その体勢。リオ君ご飯食べてきて。初初じゃないな、1回帰ってきてんな。帰ってきてな、12。うん、そこから帰ってきてないわ。10日ぶりで、いつ帰るの。ゲネ明後日25に帰る。ね、ヴィトンのチョコってどこ売ってんの。知らないよ。マジで買いたいんだけど。知らないよ。お、あ、
早いな、パパ。やった、私の好きなルタオ、さすがパピー、嬉しい、マジで嬉しい、ありがとう。ちゃんと好物分かってる。
ごめんなさい、ちょっとパッパが帰ってきてめっちゃミュートにしてました。ではお礼させてください。じゃん、ブーくんありがとう。バータリしてきたよ、大好きだわ、ありがとう、ハート。ありがとう、ラブラブ。ではちょっとほぼお弁当を食べてのもぐもぐ時間しかできなかった。いよいよ小屋入りしまして、明後日から始まります。中野ザポケットにて、私たちが鎌倉に来たのはただしらす丼を食べるため。もうマジでめちゃくちゃ面白い舞台なので、皆さん絶対見に来てください。そしてグッズがめちゃくちゃおしゃれなので、グッズをすごいかっこよく撮影していただいたやつがグッズになっているので、グッズぜひぜひゲットしてください。もう笑いどころ満載なので、ちょっとでも面白いなと思ったら全然声を出してゲラゲラ笑ってください。ではランキング読みます。13位レイちゃん、12位バタシ、11位浜の猿さん、10位コミちゃんクッキー、9位マックスエイトさん、8位サーちゃん、7位プロちゃん、6位フミオさん、5位リンリンさん、4位大輝くん、4位カズタカさん、3位大輝くん、2位シーカーさん、1位ブーくんです。ありがとう。では皆さん配信見てくださりありがとうございました。おやすみなさい、明日も頑張ります。舞台見に来てね。